番組アンバサダーの市川恵比蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。車椅子バスケットボールの土田真由美です。土田真由美選手、体育大学でトレーナーを目指していましたが、歩行がだんだん困難に。そんな時、車椅子バスケットボールと出会いました。2009年に選手登録し、本格的に競技を始め、2010年、日本代表に選出。国際試合でも活躍する一方、2013年、全日本女子選手権でクラブチームを優勝に導き、MVP に輝きました。現在は株式会社シグマクシスに所属。2018年9月から単身オランダへ渡りプレー。国内では男子チームにも籍を置き、2020年東京パラリンピック出場を目指しています。スポーツが好きで、高校までは通常の生活を送っていた土田選手、大学生の頃から足に異変を感じ始めました。大学に入った時の夢は、将来トレーナーになりたかったんですけれども、在学中に少し足が痛くなってきて、だんだん実技の方が受けられなくなってきて、体育大学なので単位が足りなくて、最終的にはトレーナーの夢を諦めるっていうことになりました。ただの腰痛かなぐらいにしか思ってなかったんですけども、はい。大学卒業後はアパレル関連の会社に就職しました。他に何がやりたいかなと思った時に、ファッション関係とか、そういう華やかな世界にちょっと憧れまして、アパレルの仕事をしていました。最初の方は、なんとかできたんですけども、やっぱり毎日毎日ずっと立ちっぱなしなので、だんだん足が痛くなってきて、最終的にはそのアパレルの方も、続けることができなくなって。医師の診断を受けた結果、足の痛みは、生まれつき股関節の異常のためで、症状が進むといずれ歩けなくなることが判明しました。2つの夢を諦め落ち込んでいた土田選手、人生を変えたのは車椅子バスケットボールでした。車椅子バスケットボールと出会ったのは、たまたま体育館に行った時に車椅子バスケの練習をしていて、私は外から見ていたんですけれども、中にいた方から、ちょっと乗ってみないかっていうふうに言っていただけて、で、車椅子に乗って、ゴール下からシュートを打ったんですけれども、普段体育の授業で、ゴール下からシュートを打つと、大体リングに届くんですけれども、車椅子に乗ると座面が低いので、ゴールがすごく高く感じて、シュートを打ったんですけども、リングにも全く当たらず、体育会系なので負けず嫌いなもので、その時に車椅子バスケって難しいけど楽しいスポーツだなとは思いました。その時の楽しさがずっと記憶に残り、数年後本格的に車椅子バスケットボールに取り組もうと決意した土田選手。そのきっかけは、私自身が足が悪くなって自分の夢を諦めたんですけれども、足が悪くてもできることがある、自分が打ち込めることがあるっていうのはすごく私にとって救いだったので、それで車椅子バスケを始めてみようっていうふうに思いました。車椅子バスケットボールを始めて一番苦労したことは、車椅子バスケなので車椅子に乗ってやるんですけれども、最初は本当に車椅子の操作の部分でなかなか思うように動けないっていう、ジレンマというか、もどかしさがあり、そこを習得するのが一番苦労しました。車椅子バスケットボールでは障害の度合いに応じて選手にそれぞれ持ち点が与えられます。私の持ち点は4.0 で、ハイポインター、ローポインターっていう表現をするんですけれども、私はハイポインターになります。障害が軽いほど持ち点は高くなります。試合中、コートにいる5人の持ち点の合計が
14点を超えてはいけないというルールがあるため、比較的自由に動けるハイポインターの土田選手は多くのことを求められます。ハイポインターは障害が軽いので、シュートを打ったりボールを運んだり、まあその役割をこう全うできるように日々トレーニングを頑張っているんですが、なかなかうまくいかない状態です。努力が実り、初めて日本代表に呼ばれた土田選手、代表合宿に参加した時の印象は。初めて日本代表の合宿に呼んでいただいたのは2009年の秋ですね。合宿に呼んでもらった時は嬉しい反面、ついていけるのかなとか不安の方が大きかったです。女子代表の中で仲のいい選手は。今日本の代表候補に入っている選手で仲のいい選手は、あの女子チームでも同じチームなんですけれども、あの藤井久美選手と仲良くさせていただいてます。まあ私のくだらない話を笑顔で聞いてくれるので、とても心の優しい選手です。代表の方でも、まあもちろんあの女子チームのスクラッチの方でも一緒にプレーすることは多いです。土田選手が初めて日の丸を背負って出場したのは2010年イギリスで開催された世界選手権でした。あの初めての国際試合はほとんど記憶になくて、唯一記憶にあるのは私がタイヤが空回りしているのを外から藤井久美ちゃんが見てて後で笑ってたっていう、それだけです。タイヤ空回りしてて初めてあんなの見たよって言われました。去年の6月、女子日本代表はオリンピック・パラリンピックの会場となる武蔵野の森総合スポーツプラザで国際親善大会を行い、これまで何度も敗れていた宿敵オーストラリアに全勝しました。勝つという喜びを味わえたっていうのは今までほとんど味わったことがなかったので、すごく貴重な経験だったなと今思います。正直あのオーストラリアのチームの、まあ、メンバーが揃っていなかったっていうのはあるんですけれども、ただ私たち日本チームもヘッドコーチが変わり、新しいスタッフが入り、多分私もそうなんですが、選手みんながこのままじゃダメなんだっていう気持ちになり、こう初めてこう目に見えて現れたんじゃないのかなと思いました。2018年9月から土田選手は一人オランダに渡り、海外でのプレーを経験しました。オランダ行きの理由は。4年前のアジアパラリンピックの時に、まあ、中国に負けて、まあ、私自身すごく悔しい思いをして、本当に日本と中国の差を自分自身が実感したんですけれども、まあ、このままではダメだと思いまして、でも正直あの全日本のメンバーに選んでいただいて12人に入っても、私自身がプレータイムがあまり多くなくて、まあ全日本で国際大会に行ってプレータイムが少ない、だから海外の選手との当たりになれないんだっていうのを言い訳にしたくなかったので、それを改善するために海外に行ってプレーができないか、自分でコンタクトを取ってこう見ず知らずの方にFacebook でメッセージを送り、海外に行ってバスケを勉強したいんですけれどもというのを送って、3年ぐらいかかったんですけれども、それに応えてくれたのがオランダのチームの人でした。海外で一番問題となるのは言葉の壁。一番は気持ちだと思いまして、行動に移しました。やっぱオランダに行くにあたって費用は本当にかなりかかるので、お金を使うのはここしかないと思いまして、行動に踏み切りました。オランダには、現時点で今4回行ったんですけれども、1回目はオランダのアカデミーっていう学校がありまして、そこの学校に、まあ、入学みたいな形にしていただいて、そこの寮に住んでオランダのナショナルチームの練習に1時間ほど時間をかけて練習に行っていました。日本人は私一人で、なおかつそのオランダのナショナルチームに海外の人が来るっ
ていうのも初めてだったみたいで、全て世界初のことをやったよっていうふうにオランダの選手からは言われました。オランダ語が話せないので、まあ、英語で話をしてくれるんですけれども、まあ、私自身英語もわからないので、もう最後は表情で会話をしてました。いざコートに入ってゲームをすると、本当に平気でファールまがいなこともしているんですけれども、練習が終わると本当に仲良く話をしているので、生ぬるくないというか、こう本当に本気なんだなというのは感じました。今年2月に大阪で行われた女子の4カ国対抗戦大阪カップには、そのオランダが出場。優勝はオランダ、日本は3位に終わりました。この間の大阪カップで対戦したオランダのメンバーは全員一緒に練習をしていたメンバーです。真由美はいいシューターだから、もっと自信を持ちなよって逆に励まされてるので、本当に支えというと大げさかもしれないんですけども、まあ国は違えど本当に素晴らしい仲間だと思ってます。現在土田選手は株式会社シグマクシスに所属しています。以前は一般の会社に月曜日から金曜日までフルで正社員として働いていたんですけれども、合宿から帰ってくるとこう仕事がすごく立て込んでたりとかして、かなり両立というのがすごく難しかったんですけれども、やっぱバスケでちゃんと結果を残したいと思ったので、まあ、仕事や収入面での安定よりもトレーニングをする時間を増やしたいという思いがあったので、探していましたらシグマクシスの会社を紹介していただきました。土田選手は去年の4月から所属チームを変え、東北を拠点とする女子チームスクラッチに移籍しました。スクラッチというチームは戦術を考えて頭を使うバスケをしているというふうに私からは見えたので、まあ、私自身頭を使ったプレーっていうのは一番足りないものだと思ったので、それを学べるチームがいいと思い、スクラッチに所属できるようにお願いしました。東北への移動に時間はかかりますが、全国で女子チームが少ないという事情もあります。月に2回ぐらいはあるんですけども、全国に8チームだと近くにチームがあれば練習に平日とかも行けると思うんですが、スクラッチが特別っていうわけではなくて、女子チーム自体が少ないので、女子選手が女子チームだけの練習だと足りないということで、男子チームにも所属してっていうふうに連盟の方が動いてくださったんだと思います。土田選手はさらに去年から男子チームにも参加、体が一回り大きい男子選手たちに混じってプレーしています。スピードもスキルもシュートもレベルが高くて、いつもお手本にさせてもらってて、私は頑張って必死についていきたいと思って、負けず嫌いなので頑張って食らいついていきたいなと思っているので、そういう部分でとてもいろいろ勉強させてもらえているので、本当にありがたいなと思ってます。女子選手が男子チームに所属することは、実はチームにもメリットがあります。所属していれば大会には出場できますし、まあ、女子選手という扱いなので持ち点が 1.5 こうチームに加算されるので、私の場合は持ち点が4点なので、まあ、2.5 の選手と同じ扱いでこう試合に出場することができます。私自身のスキルが高いと有利なんですけれども、早くチームに貢献できるように一生懸命トレーニングを頑張っていきたいなと思ってます。この間の天皇杯に出させていただいて思ったのは、本当に私のスピードが遅すぎてこうチームの足を引っ張ってしまうので、もっともっとシュート力も上げてシュートの飛距離も伸ばして、来年の天皇杯ではチームに貢献できるような選手になれるように、あと1年頑張りたいなと思いました。土田選手には練習の時によく聴いている大好きな曲があります。ピンクさんの What About Us という曲をよく聴いてます。まあ、オランダに最初行った時は1ヶ月半、言葉も通じないし初めてのオランダでの生活で、
バスケができる幸せはあったんですけども、本当に寂しかったりこう辛いことがたくさんあったんですが、まあ、その時に、まあ、一人でシューティングしながらよくこの曲を聴いていたので、まあ、あの時あんなに辛い思いをして頑張ったんだから今もっと頑張ろうっていう風にやる気を出させてくれる曲になってます。去年の11月、初めて皇后杯の冠がついた全日本女子選手権でスクラッチは決勝に進出。5連覇を狙う近畿代表の強豪カクテルと対戦。大激戦の末61対65で惜しくも敗れました。この試合を振り返って、勝てる試合だったのにこう私自身の力が及ばず勝てなくて、こう自分自身が情けなかったと思いました。スクラッチはベテランの選手もいれば、バスケ初めて数年の新しい新人の選手もいるので、まあ私自身不器用なので多分口ではうまく伝えられないので、まあ背中で見てもらいたいなと思います。車椅子バスケットボール女子日本代表は2008年北京大会を最後にパラリンピック出場から遠ざかっています。来年は開催国枠で3大会ぶりの出場が決定していますが、本番までにステップにしたい大会は、重点を置いているのは、まあ、今年アジアの予選があるんですけれども、その大会と、まあ、あと12月に皇后杯があるので優勝するというのが目標です。東京パラリンピックは出場はできるんですけれども、開催枠で来たんだねっていうふうには思われたくないので、予選では中国やオーストラリアに勝って、まあ、優勝して出場したいです。メンバーに入れば自身初めての大舞台となるパラリンピック。改めて土田選手にとって車椅子バスケットボールの魅力とは。今健常者の選手もすごく増えてきて、この間の天皇杯では健常の選手も出場をしてすごく活躍をしていたので、もう車椅子バスケットボールは障害者スポーツではなく本当に一つのスポーツとして見ていただけるようになってきているのかなと思ってます。試合結果とかも新聞とかも福祉欄ではなくてスポーツ欄に載ったりすると本当に嬉しいなと思ってます。まあ、2020の東京パラリンピックはぜひ会場まで来ていただいて応援していただけるととても嬉しいです。